わって嬉しいです。皆さん選挙って嫌でしょ、ね、自分を織り込むばっかりで。だからまさか僕は選挙に出る日が来るとは、実は1週間前まで絶対に嫌でした。しかしみんなに嫌われてる政治家、みんなが卑しいと思う政治、そのままでほっといていいんですか。人のために尽くす政治、それを作ってから僕たちの次の世代に渡さないと、日本はいつかなくなってしまう。大阪は日本の根っこです。大阪の堺からみんなの商売が始まって、だから経済の強い国になった。大阪がよみがえることが日本のよみがえりです。そうでしょう、お父さん。ありがとうございます。僕はこの大阪のテレビ番組で水曜アンカーとか、あの男の中の男タカジンさんと一緒にやったタカジンのマネーで大阪の皆さんに育てていただきました。大阪の自分の頭で考える視聴者と一緒に考えて、僕もようやく前に進めたんです。ここの皆さんがテレビ局じゃなくて、そのテレビをたくさん見てくださった皆さんが育ててくれました。だからこの参議院選挙の初日は、手続きは東京でしなきゃいけないから、朝東京で手続きをして、手続きしたのはプロじゃなくて僕の家族です。今僕にマイクを渡したあの男は僕の長男です。人前に出るのが嫌なのに今日一生懸命この大阪に来てくれました。今皆さんに渡すビラを持ってるのは僕の会社の秘書さんです。全部手作りです。だから何も間に合ってないです。しかしプロが有権者を騙して投票に行かせる、そんな選挙はもういらない。人の金で金魚の餌買うな。ねえ山下、そこにいるのは僕の高校の同級生です。なんと姫路から来てくれました。住んでるの大阪だけど、皆さん日本はやっぱり経済が強くあって初めて拉致被害者も取り返せるし、つまり北朝鮮に物言わせることができるし、中国にも物が言えるし、アメリカにも対等になれる。まず経済を強くしなきゃいけない。アベノミクスは安倍総理がどんなに自画自賛しても頭打ちになってます。僕は安倍さんに電話されて選挙に出る決心しましたが、だからといって言うことは変えない。アベノミクスは今のままではきっとダメになる。次にやらなきゃいけないのは、日本にできないと思い込まされていた次の産業を、新しい産業を作るんです。アンカーと同じです。僕は証拠のないことは言わない。自分自身がこの手でやってないことは言わない。僕たちは下にいるこの清水にしても、うちの社員みんな、そして今日いない青山千春博士、一緒になって13年間も日本海からメタンハイドレートっていう新しい資源を取り出してきたんです。はっきり言って僕の個人借金で取ってきたんです。そんなことはどうでもいい。みんな一回来て一回死ぬんですから、お金惜しんでも同じです。人のために使うのがお金なんです。しかしいつまでも自分の借金だけで
借金は3億円超えましたが、それは偉いことですけど、それだけでは今までの思い込み打ち破れないんですよ。日本は資源のない国だと思い込まされてきたでしょ。僕たちが取り出したのはコンビニで売ってる白いシャーベットそっくりなんですよ、見た目が。その白いシャーベットを例えば今日のような皆さんに触ってもらって、ね、僕のところ戻ってきてそれに100円ライター近づけたらポッと青い炎を出して燃えるんです。天然ガスが凍ってるだけです。メタンハイドレートと名前は難しいけど本当は溶けたらすぐ使える天然ガスです。なんでそれを使わないで高い高い天然ガスや油を海外から買わなきゃいけないんですか。そうですよね。のが当たり前やんか。自分のものを使うのが当たり前やないか。それを使わないようにしてるのは日本は戦争に負けたから、戦争に勝ったアメリカに仲介してもらって中近東の独裁者から高く買えと、それで儲ける人が自民党を筆頭に政治をやってきたから僕らの本来の力が生かせないんです。だからアベノミクスの次の段階は僕たちができないと思い込まされていたことをやるんです。子供たちにもそれを教えるんです。そうでしょう。そうしたら新しい仕事もできる。例えば京都の舞鶴にメタンハイドレートが取ったガスを集めて舞鶴から兵庫県の三田まで、神戸の裏の三田までパイプラインを引くんです。これも適当に言ってるんじゃない。今実際に京都府や、ね、兵庫県とすでに話を始めてるんです。一民間人ですけどそういうことを本当はやってきました。テレビは仕事じゃない。テレビは皆さんと一緒に考える機会です。本当の仕事はそれです。この間安倍さんにそれを言いに行ったけど、安倍さんもまだ言葉だけです。もしも舞鶴から三田までパイプラインを引いてガスを持ってきたら、そこから大阪ガスの、僕は大阪ガスの回し者じゃないですよ、しかし世界最優秀の大阪ガスの技術で天王寺駅も皆さんの家も近鉄デパートも全部ガスがもう来てるんですよ。その値段がすごく安くなったら今までの暮らしや経済と変わるでしょ。そして大阪から世界にそのガスを輸出することもできる。今の大阪では考えられへん仕事ができるということです。なんでこれやらないんですか、ね、スピーカーに罪はない、罪はないけども、ね、歩道橋の皆さんもこんなんやるのは当たり前やないか。はい、それから今日はこんな都心ですけど、都心に住んでいても食べるお米は農家の方が心を込めて作ってくれてるんですよ。なんで農業が日本のお荷物なんですか。また TPP で日本の農業お荷物にされてるけど、僕はアンカーで皆さんご存知の通りこの足で、この短い足で世界を、本気で笑いましたね。そうや、ほんまに短いんや。ほんまに短いこの足で世界を歩いてきたら、本当に例えばイタリアのミラノって町のレストランのシェフから日本のお米と野菜と果物は世界一安全で世界一美味しくて、しかも環境がどれほど変わっても必ず一定の量を売ってくれる。もっともっと買いたいと。なんでこれを世界に売らないんだと言われ、あるいはアフリカのエジプトのスラムが行った時に日本の食べ物は安全だそうだと、安く俺たちが買えないのかと、スラム街で僕は腕をつかまれて時計を取られそうになりながらと言われました。何言ってるか分かりますね。世界が日本の農産物を待ってるんですよ。失礼をいたしました。
まあ、梅村さん頑張れ。はい、維新も頑張れ。パク維新ですよね。はい、話を元に戻すと、日本の農業のこの大阪にいらっしゃる中小企業の会社と連携をして輸出産業に転換すれば、世界に私たちの仕事が増えていくんです。そして世界中の人々が危ない食品や足りないお米、食べられない野菜、見たこともない野菜、一言で言うと食料危機。でも本当は言葉の中身は、ちっちゃい子から頑張るお父さんお母さんまで食べ物がなくて苦しんでる。そこに日本の農産物を出していけば、それが本当の平和国家じゃないですか。口先の平和じゃなくて、世界が資源エネルギーや食べ物で争わない世の中を作る。そのためには日本の経済が世界で一番貢献できるんです。それを僕らの隠された力なんです。それを僕らから引き出すのが本当の政治ですよね。そういう政治であれば金魚の餌を買ってる暇はないんです。金魚の餌僕も買いますが、自分の金で買うわ。だから政治家は本当はボランティアです。職業じゃない。職業は僕や皆さんのように民間で働き、市役所、府庁で働く、それが仕事ですよ。政治家はボランティアでなきゃいけない。そこをまず変えませんか。だから僕は一期6年しかやらないです。選挙は死ぬほど嫌いです。なんで自分を売り込まないかんねんや。おやじおふくろが生きてたら、特におふくろが生きてたら背負い投げ食らってます、ね、自分の名前書くな。日本の男の子が自分を売り込むな。その通りだと思うけど、この1回限りです。申し訳ないけど1件しかやらない。それは政治家を仕事、職業にしないためです。政治家はボランティアでやるんだ。当たり前じゃないですか。そんなことは、人のために死ぬのが政治家の仕事です。自分のために、自分の利益のために、自分がいい格好して都知事でございと偉そうにする人を拾うと産んじゃダメ。増田さんの悪口を言ってるんじゃない。僕たちの受けた教育考えてください。あんなに先生は熱心に教えてくれたのに、人のために生きるってことを、国を背負うっていうことを一度でも教わりましたか。教わったことがないから、受験勉強が一番できて、東大法学部行って優秀な成績で東大の助教授になって、テレビに名前売れて、それで選挙に出て政治家になるから、自分のことしか考えてない都知事になっちゃうんですよ。増田さん本人のことよりも、僕らが教わってきたことが間違ってるんじゃないか。それを根っこから考え直しませんか。子供たちに本当の生き方を教えるためには、まず嫌われてる政治を、人が尊敬できる政治、選挙に出てる人は、さっき言った梅村さんも含めて、どの人も自分は構わない、自分のことは知らんって人ばっかりになって本来の政治でしょう。こういう話を長年アンカーでしてきましたが、とうとう自分でやらなきゃいけないと思ったから、今僕の喉は潰れかけてますけど、1日目やでまだ、ね、しかし僕の人生もこれで壊れます。物を書いてスポーツしていたかった。それをまず壊して、嫌な選挙にも出て、本当は政治は何なのかということを僕に仮に入れてくれなくてもいい。こんな言うたらあかん言われてんねんけど、そんなことは問題じゃない。落ちるなら落ちていいんですよ別に。そうじゃなくて、何を基準にして選挙に行くのか、選挙ってほんまに嫌なことなんか、本当は出てる人みんな自分のことは構わない人ばっかりだったら、すがすがしくて人にも話せ、
子供たちにも、ほら、みんなで人のことを思って支え合ったら、こんなにええ世の中になるやないかという話ができますよね。誰かがそれを始めなきゃいけないから、あえて一番嫌な選挙に出ることになってしまいました。しかし、もう一度言います。1期6年しかやらない。そして企業や団体から1円も政治献金受け取らない。皆さんごめんなさい。それだけじゃなくて、この中でどう見てもお金なさそうやし、メタンハイドレートで借金にこんなになってるし、それだから個人で寄付したいと思われてもごめんなさい、受け取らない。他の人を受け取っていいと思うけど、僕は受け取らない。僕の社長をしてきた独立総合研究所は1円の寄付金も1銭の補助金も受け取らずに来たんです。選挙に出るからといって変えたりしない。バスの邪魔になってるんで、まもなくこのままバックしていいよ、はい、え、大丈夫大丈夫、はい、まもなくここから直接飛び降ります。話を続けると、皆さん申し訳ないけど個人の献金も受け取らない。このままどないならないと思ってる、はいはい、僕は高所恐怖症なんで高いとこ大好きです。なんのこっちゃ。はい、皆さんちょっと近づきました。ありがとうございます。正直平日のこんな時間に、今4時半です、こんなに集まってくださってるとは夢にも思わなかったです。でももう一度言いますが、選挙に出ようが、仮に間違って当選して政治家になろうが、生き方は絶対変えない。安倍さんにも物申します。自民党が今のままでいいと思ってる人いますか、この中に。どうでしょう、こんな大きな政党なのにそれが腐ってて、どないすんねん。どうでしょう、まずこの自民党から、どっかに自民党とかここ書いてあるけど、ここから叩き壊さないとダメです。小泉さんみたいに嘘を言って自民党をぶっつぶじゃなくて、本当に変えないと次の人たちに渡せない。皆さん、僕は5日前まで選挙では絶対出ないつもりだったんです。本当は今もそう。それが9日前のお昼に安倍総理から突然電話がかかってきて、僕の方から安倍さんに1ヶ月に2回ぐらい電話して、消費増税は延期じゃダメです、延期だったらみんな、ここにいる人ほとんどみんなどうせまた上がるんだと思うじゃないですか。こんな子供に分かることが、財務省の受験勉強のできる役人とか安倍総理に分からない。本当は少なくとも凍結して、本当は減税しなきゃいけない。それを僕の側から安倍さんに電話で言うことは何度もありました。しかし安倍さんから電話かかってくることはめったにないから、びっくりして電話に出たら、参議院の比例に出てくださいって言われて、嫌ですって言いました。なんでかというと、安倍さんが長期の強い政権になればなるほど、お世辞を言う人ばっかりになってる。もともと意見が違う、例えば共産党の方々が安倍さんを批判するのは当たり前、そうじゃなくて、例えば拉致被害者を取り返したいとか、尖閣諸島を守らなきゃいけないとか、それが共通してる人が安倍さんに文句を言わなきゃいけない。だから電話で安倍総理に申したのは、もう正直僕しか残ってないと、安倍さんと安倍政権と何の利害関係も持たずに、総理ここは違いますと、日韓合意も反対です。70年前に私たちのために亡くなった方々の名誉を汚しちゃいけない。例えばそういうことを言える人が、もう残念ながら僕一人になってしまってるから、私はあなたの自民党の政治家にもならないって言ったんです。そこで安倍さんが電話を切ると思ったら、
青山さんちょっと待ってくださいって言われて、どうせそういうこと言うと思ってましたよ、言った上で、しかし青山さん、あなたが国会で質問したらまず外務省が変わるって言われたんです。安倍さん本人にこの話をみんなにしますよと紹介を受けるから全部そのままにいます。僕はそれだけでびっくりした。つまり現役の総理が今の外務省はダメだと言ってるのも同じですよね。しかも僕は電話の途中で、総理この中身はみんなに公表しますよって言ったんです。そしたら安倍さんはさらに言葉を続けて、青山さんが国会で質問したら経済産業省も変わるって言ったんです。さっきのメタンハイドレートの話覚えてますよね。邪魔してるのは経済産業省です。それを変えてくれと言ったのと同じですね。それで僕はびっくりしてたら、さらに安倍さんは言ったんです。自民党は毎朝勉強会やってる、これ部会って言うんです。これは野党の人に聞いてほしい。野党はやってない。僕は共同通信政治部の出身ですからよく知ってます。自民党本部で朝飯が出て、朝飯目当てに来る議員もいっぱいいるんや、ね、しかし朝飯食いながらいろんな社会保障とかエネルギーとか防衛とか部会って勉強会やってるんですよ。安倍さんは青山さんそこで発言してくださいって言われた。1年生議員なのに発言してくれって意味です。そして安倍さんはこう言ったんです。そうしたら自民党の議員も変わる、外務省が変わり、経済産業省が変わり、大きな大きな与党の自民党の議員が変わる。これ言われてもなお僕は断ったんです。断ったけれど苦しみました。総理がここまで自分自身を批判しておっしゃってるのに、俺だけ安全なところにいていいのかと。僕は橋本徹さんと意見が違う、意見が違うから、この間でもだいぶ前ですけど、リーガーロイヤルホテルの個室を取って、橋本徹さんと当時大阪市長です。酒飲み競争やったんですよ。どっちが強いか。気がついたら2人で3勝飲んでた。結果は僕は負けました。僕は負けたけど、すごく頭に残った橋本徹さんの言葉があって、まず僕は橋本徹さんに結構嫌われてた。でも僕は途中で、まあ意見は違ってても、あなたは楽はできる芸能界をやめて、自分でリスクを取ってみんなに嫌われる仕事を選んだ、そこは正しいって言ったら、突然橋本徹さんの顔が変わって、やっと僕に本心言うようになったんですよ。その途中で皆さんの徹ちゃんが嫌いな人もいっぱいいるだろうけど、僕に言ったのは、青山さん、あんたはリスク取らないのか。僕は腹が立ったんですよ。本当はリスク取ってますよ。個人借金して日本海に入って、メタンハイドレート取って、特許も持ってんのに、一銭の特許証料も取らないで、あんたがそれを知らないだけだと言おうと思ったけど、言わなかった。なぜかというと、割と今の僕の仕事うまくいってる。正直本もまあまあ売れてる。関西ではテレビにも出る。東京ではとっくに出られなくなってるけど。ね、でもタレントじゃないからそんなこと考えない。確かにうまくいってることをやめようとしないのは徹ちゃんの言う通りだと思ったんです。そのことも思い出して、橋本徹さんは忘れてるかもしれないけど、考えに考えたときに、最後に僕に、早くやってください、国益のために、そして早くやらないと拉致被害者のご家族が亡くなってしまうと言ったのが、今ここにいない青山チャール博士です。今日は女性が多いから、女性が多いから聞いてほしいけど、彼女は18歳の女子高生で、東大に行くはずが勉強できたから東大を行かずに、女だけど船乗りになりたくて東京商船大学っていう学校、こちらと神戸商船大学、かつてのね、受けようとしたら、あと3分、あと3時間、あと3分、そうですけど、3分あったら十分に話せる。女子も男子も聞いてください。東京商船大学に願書を持って行ったら、女は船に乗るな、女が船に乗ると沈むと言われて、受けられなかったんです。防衛大学校も
海上保安大学校も全部同じ理由で断られて、最後に受験させてくれたのが東京水産大学です。そこの公開会行って、日本女性で初めて大型船の船長になって、そして船長の資格を持って調査船に乗って、メタンハイドレートを世界で初めて日本海で見つけて、そして特許を取り、僕と相談をして、自分たちの利益のためにやってるんじゃないから、特許使用料は全部返上しようと、それを十数年続けていたら、なんと青山千春博士を断った東京商船大学と受け入れた東京水産大学が一つになって東京海洋大学になったんです。そして4月に還暦を過ぎてから東京海洋大学准教授になったんですね。言ってること分かりますよね。18歳の少女の夢が、その後結婚した僕と連帯して力を合わせて壁を突き抜けて、とうとう還暦になってから夢を実現したんです。だから今国家公務員です。国家公務員に選挙を手伝わせるわけにいかないからこの場にいないんです。でもその青山千春博士が僕のことを社長と呼びます、ね、公私混同しないですから。社長、拉致被害者の家族が死んでしまう、拉致被害者のためにやれるのは社長しかいないでしょう、ゴタゴタ言わずに早くやれって言ったんですよ、ジャブが、ね、女の子の夢を実現した彼女の言葉は重荷がある。それが僕にとっては最後の大きな決め手になりました。でも皆さん、実は青山茶中瀬はまた間もなく船に乗ってしまうんです。東洋海には陸にいない、ね、それが僕たちです。でももう一度考えてください。日本は天照大神、卑弥呼の国です。女性は命の源です。僕は近畿大学と東京大学で若い学生に教えてるけど、男の子はまず女の子を守れ、天のご意志は女性を大事にすることにあるんだ。だから女性が本当に役割を果たして、例えば青山茶中が今まで偏見と裏切りにずっと苦しんできた、でも男の子2人育て1匹がこれです、青山大君、はい、報道の方々聞きにくかったと思うけど、僕らはこういうふうに今話してても、選挙の演説じゃなくて一緒に考えたら一致できる、心が一致できるところあるじゃないですか。それを広げていきましょう。だから僕ら日本を一つにっていうのをスローガンにしてるんです。そしてもう時間がないそうですけど、今日の夜のというか今日から1週間大阪にいます。今日の夜の7時45分に大阪の天神橋筋、ちょっと今清水以上に説明してもらいますが、そこで事務所開きあります。もしよかったらそこに来てください、ね、そこでもう一回会いましょう。じゃあちょっと場所を説明してもらいます。はい、清水真美、はい、住所をお伝えします。北区天満 1-19-6 です。最寄りは谷町線の天満橋駅です。19時45分から事務所開きをスタートしますので、運転合う方ぜひお越しください。